はい、ゆめです。こんにちは、どうもどうも。今日はですね、ディズニーシーのボルケーニアに来てます。ボルケーニアですね、夏メニューが始まりまして、冷やし中華、まあ、厳密に言うとね、冷やし担々麺が始まったんですよね。いいですね、まさに冷やし中華始まりましたって感じで。はい、もう今日暑いんでね、早速ちょっとこの冷やし担々麺食べてみたいと思います。はい、商品写真がありました。こちらになります。ちなみにですね、俺あのセブンイレブンの冷やし担々麺も大好きで、もうね、そうだな、週 1,2 回は食べてるかな。はい、なのでね、それとの比較なんかもね、してみたいと思います。はい、では行ってきます。最後尾はですね、ちょうどこのボルケーニアの看板の下、こちらになります。今時間はですね、12時15分になります。あとね、たぶんね、ちょっと待ち時間も一緒にね、検証したいと思います。お姉さんたちはボルケーニア来ようと思ったの？なんとなく通れた。初めて。よく今分かりましたね、後ろ姿で。いや、前からいつも見てて。はい、今僕今ずっと下向いてたのに。いや、ちょっと前から分かってて。本当、マークされてた。なんか今撮影されてたみたいな。本当、タイミングを、頃合いを見計らって。今だみたいな。兄弟、親子、兄弟。ああ、すごい、ありがとうございます。写真いいですけど、列がどんどん行ってるので、どうしようかな。中入ってからここならいいかな。大丈夫。お二人はどちらからですか。兵庫県から。兵庫、それはすごい。ありがとうございます。ありがとう、じゃあよろしくお願いします。ツイッター上げてね。はい、ありがとうございます。はい、またちょっと声かけられました。はい、店内入れました。5分待ちです。やったー。はい、今入り口のキャストからですね、メニューもらいました。まあいつも通りですね。ただですね、チャーハンまたは冷やし麺って言われましたね。まあセットはいつも通りですよね。アントレから一品と、スープ、サラダ、点心、デザートから一品と、ドリンクと。前回何にしたかな。確かキッシーと来たんだよな。唐揚げにした気がする。ちょっとね、普段食べないようにしてるのかな。またここで唐揚げって言っちゃいそうだから、エビチリにしてみようかな。エビチリかね、麻婆豆腐かな。でも麻婆豆腐もありきたりなんで、酢豚かエビチリにします。で、一品もそうだね、ちょっとなんか変わったのにしてみようかな。普段絶対取らないもの、おこげとワンタンのスープとかね。いや、でもスープはないな。杏仁豆腐かマンゴープリン。ムースはないな。ムースはない。天津はちょっと重たいのでやめます。マンゴープリンか杏仁豆腐。マンゴープリンかな。あとは野菜サラダかね、蒸し鶏とクラゲのサラダ、これもいいね。はい、やっぱりね、暑いんでこの辺のさっぱりした系、さっぱり系にしようと思います。はい、やっとですね、トレーもらえるとこまで来ました。33分なので、まあそうですね、まあ大体10分15分って感じですね。看板の下で並ぶとだいたい15分ぐらいになります。はい、買ってきましたよ。めっちゃうまそうだ。この肉味噌がいいよね。ネギとこのチンゲン菜かな、卵とごまと。はい、エビチリにしました。はい、で一品はですね、3番の一品はこちらのマンゴープリンにしました。楽しみだ。サラダもいいかなと思ったけど、サラダね、この冷やし麺にサラダでちょっとくどいかなと思ってね、ちょっと変えました。はい、なので今日はこの3品でいきます。楽しみです。はい、ではいただきます。さあ、もうほんとこれ俺楽しみだったんだよね、冷やし担々麺、ね、はい、でですね、ちょっと麺っていうことで汁が跳ねるの嫌なので、前開けてちょっと今日は失礼します。はい、めっちゃうまそう。いただきます。はい、では早速いただきます。冷やし担々楽しみ。絶対うまいやろこんなの。ちょっとごまだれスープ飲んでみます。ラー油がかかってめっちゃうまそう。こちらいただきます。おー、うまい。ちょっと酸っぱいね。じゃあちょっとね、肉味噌をちょっと、はい、ほぐしていただきます。これね、ちゃんとほぐして食べないとダメだね。
ほぐさないうちにね、グイッと麺を持ち上げると跳ねるので、ちゃんとこのレンゲを使ってですね、自分の手元でしっかりとですね、麺をちゃんとほぐして、はい、食べないとこれは事故ります。危ないやつや。じゃあ、はい、白ネギと絡めてごまスープにたっぷり浸した上で、はい、いただきます。おー、うまい。ちょっとピリ辛だね。でね、ごまなのにちょっと酸っぱいです。でも冷えててめっちゃうまい。もう一回いくよ。はい、肉味噌つけて、はい、ごまだれにたっぷりと浸して、はい、いただきます。うまい。これは何だろう、メンマかな。ザーサイっぽいね。多分ザーサイです。じゃあね、多分これ青中チンゲンサイね。チンゲンサイと肉味噌とか全部おかず、はい、全おかずひっくるめていただきます。なので具はザーサイ、肉味噌、白ネギ、このチンゲンサイ、あと味付き卵半分かな。めっちゃうまいね。セブンイレブンのあの冷やしタンタン麺とちょっと似てるね。まあでもさ、冷やしタンタン麺なんてどこも多分ね、どこも似たようなもんだと思うんだけど、まあそこは人それぞれだね。あの、なんでもセブンイレブンと同じ程度なのかよって思うのか、セブンイレブンと同じならええやんって思うか、人によると思うので、良くも悪くもセブンイレブンの冷やし担々麺だね、これは。うん、でも俺はセブンイレブンって結構の弁当類ってクオリティ高いと思ってるので、俺の中では結構ね、褒め言葉ですね。めっちゃうまい。エビチリいってみます。エビチリもさ、セブンイレブンでエビチリ丼ってあるんだよね、実は。いただきます。エビチリです。初めてエビチリ。あ、うまい。あんまりね、辛くないね。あんま辛くないでね、セブンイレブンのエビチリ丼はあのね、スクランブルエッグがあるんだよ。で、それに比べたらね、こっちないので、これはね、セブンイレブンの勝ちだね。これスクランブルエッグあったらもっといいんだけどな。これあの、なんかせんべいみたいな揚げ物がもらえるんだけど、このトッピングをねやめて、代わりにスクランブルエッグとかね、ああいういり玉とかをね、スプーン一杯ピッて乗っけてくれるともっといいと思う。これはこれで美味しいけどね。これご飯欲しくなるね。エビチリすんげえ腹減ってたら、これライスで単品注文してもいいね。ライスはね、麺に乗ってんですよ。はい、実はですね、手元にメニューがあります。メニューキャストにね、今日これ食レポやるんですよって言ったらね、わざわざメニュー持ってきてくれた。ありがとうキャストさん、ボルキーニアの。はい、メニューにライスあるんですよね。なのでこのセットに本当に腹減った人はね、ライス注文して、この一品、要はね、エビチリか唐揚げか麻婆豆腐とかね、もしご飯あったら麻婆丼とかできるし、エビチリ丼もできるからね。すんげえ腹減った人はライスあっても多分相当これいいと思う。これね、冷やし担々するでしょ。で、一品を麻婆豆腐とかでエビチリにして、でもう一品を天津三種にして、でご飯頼んで、でそれで約これ2000円なんで、それを2人でシェアするとかね、あれじゃないかな。そうすると1人1000円でしょ。いいんじゃないの。今度やってみようかな。で、取り分け用のお皿もらうんだよ。そう、なんか中華っぽくない？おかずいっぱいあって、取り分けって中華っぽいのでいいかもしれないね。エビチリほんとうまいね。ほんとエビチリおいしい。エビチリこんなおいしいんだね。もっと早く取ればよかったな。
ついついね、唐揚げとさ、麻婆豆腐にね、走ってしまうんだが、エビチリむちゃくちゃうまい、おすすめです。はい、まずエビチリ完食です。はい、じゃあ冷やし担々かけていきます。じゃあ卵いくか。はい、味付き卵半分入ってます。冷やし担々めっちゃうまい、本当うまい。むちゃくちゃうまい。ちょっともうあんまりうまいね。ちゃんと全部飲みますよ。いやー、うまかった。はい、エビチリと冷やし担々も完食したんで、ちょっとやっぱ辛いね、なんかねヒリヒリしてきた口の周りが。辛いの苦手な人はこれダメかもしれない。結構唐辛子結構効いてるね。マンゴープリンいきます。マンゴープリンはドナルドですよ。はい、わかるか、わかんねえな、ドナルド。はい、ドナルドです。待って、写真、まあいいか。じゃあマンゴープリン、しかもこれ俺の好きなさ、ココナッツミルクだよこれ。やばい、これ絶対美味しいやつや。ココナッツミルクに浸したマンゴープリンだよ。やば。じゃあマンゴープリンと、はい、一緒にいただきます。めっちゃうまい。これタピオカ入ってたらもっと美味しいよこれ。周りになんか入ってんだよ、なんだろう。タピオカだといいな、なんだろうな、これなんか浮いてんだよこれ、なんだろう。美味しいですね。ありがとうございます。すごい美味しい、全部美味しい。ありがとうございます。お待ちしてます。ありがとうございます。これね、マンゴープリンの周りにね、なんか浮いてるんだよ、なんだろうこれ。マンゴープリンの周りのね、このココナッツミルクの上にね、なんか浮いてんだよ、多分パイナップル。あ、これ違うわ、なんだろう。すいません、ちょっとわからない謎の果実が入ってます。あとこの葉っぱ、これも多分ハーブかな、ミントかハーブ。あー、ミントだ、ミント。おー、やっぱこれね、タピオカ入ってるわ、ごめんごめん、タピオカ入ってた。めっちゃうまい。ココナッツミルクとタピオカってすごい合うのね。それに加えて俺が好きなこのマンゴーでしょ、ね、プリンでしょ。めっちゃこれもう完璧だね、このデザート。めちゃくちゃ美味しい。タピオカもっと入れてほしいな。このね、周りに浮いてる果物が本当気になる。なんだろうこれ。食べたことあるんだよ、完食としては。これわかんねえな。ちょっとわかる人いたらコメントください。めっちゃ美味しい。はい、完食しました。はい、完食しました。めっちゃうまかったです。はい、ボルケーニアセット完食しました。めっちゃくちゃうまい、ほんとうまかった。今回全部美味しかった。今回ほんとね、まず冷やし担々麺だよね。ほんとにセブンイレブンと変わらないね。あえて言えば肉味噌のこってりがちょっと弱いね。セブンイレブンの冷やし担々の肉味噌はすごい辛味噌っていうか、なんか豆板醤聞いたような濃いあのこってり系味噌で和えてるんだけど、こっちの肉味噌はね、なんか本当にひき肉みたいな、ただね、肉がコロッてある感じなんだけど、それでもね、負けてない、全然。ごまだれ美味しいし、ピリ辛だし、時折酸っぱいのもあるし、で、上に乗ってるおかずもね、多かった。ザーサイと白ネギとチンゲン菜かな、あと、味付けた卵ね、ほんと美味しかった。ので、これから暑いんで、暑い夏にはね、本当に良かったね。ただちょっとピリ辛なんで、辛いの苦手な人はね、ちょっとダメかもしれないね。で、あと今回一品エビチリ、これほんとうまかったね。エビチリって俺普段あんまり自分からねバクバク食べないんだけど、でね、4つあったらさ、どうしてもってね、唐揚げ麻婆豆腐好きなんでついついそっち行っちゃうんだけど、ディズニーシーできて俺エビチリ多分俺初めて食べたと思う。このめちゃくちゃうまかった。ボルケーニアのエビチリってこんな美味しいんだね。いやー、知らなかったわ。ちょっと食わず嫌い良くないね。ちょっとこれから絶対食べます。デザートも普段俺杏仁豆腐とかね天津なんだけど、初めて多分これあのマンゴープリン食べたと思う。でこれ
写真でねマンゴープリンってあるだけだと分からなかったんだけど、実際にはねこれココナッツミルクで、ね、あの浸してあったし、タピオカも入っててむちゃくちゃうまかった。でこれでさ、ドリンク付きで1700円でしょ。ドリンク俺今日ね暑いんで珍しく俺コーラにしたんですよ。これでさコーラで余韻に浸れるんだよ。あーもう暑いんでね、もうコーラほんと今日美味しいわ。え、俺これで1700円だな、最高だね。プラザパビリオンレストランとかね、あれ確か2000円近いでしょ。まああれはでもスープつくけどね、スープつくしご飯もつくんだけど、他のセットに比べたら全然いいね。カフェポルトフィーヌよりかは全然、今ねカフェポルトフィーヌ何回やるって言おうとした、何回は失礼だね、すいません。カフェポルトフィーヌよりも全然こっちだね。同じバフェテリアだったらカフェポルトフィーヌよりも全然こっちだね。いやー C はねサンドイッチ本当にね当たりがないんだけど、それ以外はね今んとこ全部いいよ。申し訳ないけどね、もうニューヨークデリアのサンドイッチあんま美味しくないし、タラモサンド、タラモサンドもね、いやダメではないんだけど、また食べたいと正直思わない。でセバスチャンのカリブソキッチンのあのサンドも、ま、ダメだダメではないんだが、また食べたいと思わない。でケープコットのサンドもそう、ケープコットのあのバーガーもやっぱりダメではないんだが、まあ、また食べたいと思わない。だがこのボルケーニアとザンビーニ、この2つはねまた食べたいと思えるね。あとねミゲルスもねまた食べたいと思ってる。ミゲルスは今あのリメンバーミーセットでしょ。でミゲルスのセットも美味しいんだけど、この後ほら次7月から海賊でしょ。で海賊もね確か去年あのすっごい美味しかったし、で通常のミゲルスのセットもビーフプレートもすんごい美味しいし、ザンビーニ、ボルケーニア、ミギレス、この3つはもうほんと美味しいね。あとはユカタンとカスバか、ユカタンカスバはユカタンのセットはまだ食べてないんでこれから食べてみようかなと思ってるけど、あれも肉魚でしょ確かね。だからあれもちょっと楽しみなんだけど、ちょっとねメキシカンライスだっけな、あれがちょっとね引っかかってるんで今後回しにしてますね。なので次はユカタン行ってみようと思います。はい、ボルケーニアセット今回はめちゃくちゃ美味しかった。ほんとね申し訳ないけどチャーハンよりも全然こっちだね。ヤシャンタン絶対おすすめです。このエビチリとデザートのマンゴープリン、この2つも最高だった。いやいいの引いたわ。冷やしタンタンほんと美味しいんで、あんまり冷やしタンタン毎日冷やしタンタンしないようにね、毎回インするたびにね冷やしタンタンのもええわっていうぐらい美味しかった。はい、なのでねもうザンビーニボルケーニア、ザンビーニボルケーニアでも全然いいぐらい。はい、以上ボルケーニアの、セットの紹介でした。じゃあねバイバーイ。